俺が言ったんじゃねえ、俺には関係ねえ。助けてくれ、奴らが勝手にやったんだ。助けてくれ、俺じゃねえ、俺がやったんじゃねえ、俺には関係ねえ。助けてくれ。少年の頃、喉笛を切り裂かれ声を失った男、その名は喜一宝岩。彼は語れない過去のために今日を生きる。あの喉笛を切り裂いた男、己の両親を殺戮し幼い許嫁を陵辱し去った男、ゴンザレスを求めて今日もさすらう。水か。水はやれんな。この辺では命より大切なもんじゃからの。みんな、本当にやるんだべ。本当にやるんだべ。言うことを聞かねえ野郎はみんなこの通りだ。いいな。おめえたちは本当にやるんだべ。おいよ、新吉んとこのお藤でねえか。あっ、みんな、おふじさん、寝てくれ、寝てくれ。これは、はたいのややに、ややにやるの。一匹でいいんだ。まさにと、新吉に言いつけるぞ。おねげだ、な、おねげだ。おふじ、お前さん、お前さん、ややは。おめえってやつは、なんてことしただ。ややはまだ生きてるんでしょう。たった今死んじまった。みんな、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 下から来た。おふじ、
雪釣りの拙者に頼みとは何だ。ご覧のように三月近い日照り続きで、田畑はひび割れ、川は干上がり、井戸は枯れてしまいました。拙者は武芸者、祈祷師ではないぞ。いえ、あなた様のそのお腕でお水様を取り返していただきたいのでございます。この村の東に密勝寺と申す寺がございます。そこの岩清水は昔弘法大師様が口を潤された慈悲のお水様と呼ばれて、どんな日照り続きにも枯れることを知りません。でその寺にはどんな化け物が住んでおるのだ。ええ、人間たちだ。ハブのおらんという女盗賊を頭に、一の太郎、二の太郎、三の太郎、四の太郎という邪衆に取り付けられた四人の男たちが住み着いていますだ。手桶一杯の水が酒一升、小瓶一瓢、そして小判一枚、二枚、五枚、十枚と値上げした後、今度は若い女を差し出せと無茶を言いますだ。拙者にその五人を叩き切って、お水様を取り返してくれというのだな。それに人質になっている私の娘綾を救い出していただきたいのでございます。根が張るぞ。お水様は村人にとってたった一つの救いの神でございます。どうかお願い申します。お願い申します。お願い申します。お願いします。25両では安すぎる。お待ちください。これは半金でございます。富蔵、村人の命のかかっている大事なお人だ。どんなことがあってもじっと耐えて約束を果たしてもらうんだぞ。いいな富蔵。みんなの命がお前のもてなし方一つにかかっているだ。分かっているな。分かってますだ。富蔵、むさ苦しくてしょうがねえ。貴様寝ろ。そうですか。それじゃお先に。富蔵、今夜から貴様納屋に一人で寝ろ。お武家様、さああんまり無茶でございます。早く行け。拙者を怒らせると貴様村八分を食らってこの土地におれなくなるぞ。あんた、お先、みんな村人のためだ。勘弁してくんろ。嫌だよ、あたりは。心配いたすな。酒の酌をさせるだけだ。おい、あんた、あんた、いや、あんた、いや、あんた、あんた、
先。お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 先。ご褒美に。あの人様から水もらってきたのによ。お酒。お酒。お酒。足元を見な。後ろだ。侍、百姓からいくらもらったい？25両。聞いたかやねえよ。たったの25両だってよ。今度来るときは千両箱しょってきな。百姓ども、この暑い中をご苦労なことだが聞け。実はこのお武家がな、たった今から我々の仲間となってこの寺へ住み着くことになった。とまあそういうことに相なったわけだ。待て、人手なし。くそ。この野郎みてえに早死にして野郎がいたら出てこい。この野郎。みんな引き上げるんだ、引き上げるんだ。お侍、水なんてありゃしねえだ。ほら、字は読めねえだ。おしか。思いでお侍を信用したのが間違ってただ。やっぱりよそ者は信用できねえ。これからはオラたちだけで何とかしなきゃなんねえ。潮江様、
月番のお役人様、まだ回ってこねえんですか。お役人衆が来るには、まだ10日もある。お父様、茂作さんの話を聞いてあげてください。ん？さっき、おらの家の移動を覗きに、変なお侍が来ましただ。それで？何も言わねえで、いきなり何か書いた紙を見せましただ。そりゃ、睨まれただけで、縮み上がるほど強そうなお侍なんで。ええ、お父様。そのお侍様にお会いになって、姉さんのことを頼んでください。お嬢様、せっかくですが、このことはよそ者を頼みしねえで、俺たちだけで始末をつけようと、今決めたばかりで。そんなことができますの？この10日近く、どうにもならないから喉をカラカラにして、悪い人たちの言うなりになってきたのじゃありませんか。死ぬ。お父様は、姉さんをどうなさるおつもりですか。部屋へ行ってなさい。お父様が助け出されないのなら、私が姉さんの身代わりに参ります。どうしてだ。娘がお絹があいつらに連れて行かれただ。何？もう勘弁ならねえ。おい、みんなで寺へ押しかけるべ。一体みんなどうしただ。今さっき、みんなで始末すると決めたばかりでねえかよ。おめえ、お絹が好きだったんだべ。なんだと。よし、やめないか。やめ。庄屋様、おらんとこには娘がいるで、帰らせてもらいますんだ。庄屋様、おら、妹のことが心配だで。おらも、帰らせてもらう。みんな、一人見とるでは何もできはしない。女子供を連れて、もう一度戻ってくるんだぞ。いいな、戻ってくるんだぞ。ではありません。庄屋の娘、しのと申します。お侍様、今この村は悪者に水を奪われて困っています。どうかお侍様のお力でこの村の人たちを救っていただきとうございます。お願いいたします。私の姉さんも人質に取られているんです。どうか助け出してください。お願いいたします。Thank you.
金を差し上げたいんですけれど、私はお金はありません。その代わり、どうぞ私を。様は密生寺の悪者が怖いのですか。偉人はいるか。入ってきたので連れてきたが、どうする。うるさいね。好きにしたらいいだろう。お父様、どうかお父様からもお願いしてください。お嬢様、お父様をそのように困らすもんでねえだよ。前のお侍のように裏切るようなお人ではありません。お父様、お願いしてください。よそ者は信用できねえだよ。私もそう思う。一人でも人間が増えりゃそれだけ水の分け前が減るってもんだよ。蹴ってもらうべ。そうだそうだよ。水には変えられねえ。侍はもうくりぐりだ。んだ、くりぐり。蹴ってもらうべ。そうだ。お侍様、この村の米も金も水に変えて村人の命をつないできましたが、それもご覧の通り尽き果ててしまいました。人を頼んでことをお願いするにも金はございません。娘が出しゃばったことをして大変ご迷惑をおかけしました。どうかこのままお引き取りくださいませ。模索は推しだと言ったがよ、つんぼでねえのかな。やめてください。このお侍様はここに敵を探しに来られたんです。その敵はゴンザレスという偉人で、密生寺に一年前までいた偉人のことを聞いて見えたんです。
ご百姓ども、よく拝んでおけ。出過ぎた真似をしやがるとこんな姿になるんだ。分かったかい。師匠、待て、何するんだ。おひるちゃんまで、てめえも知りてえのか。面白い、かかってこい。二の口、誰死ぬねえ。この女はただ死にゃ死ねえ。俺たちで存分に極楽の味を味わせてやったぜ。師匠、うん、これはもう、手をのどんべくそめ。このままじゃ済まさねえぞ。俺やったぞ。俺がやったんだ。俺が勝ったんだよ。何すんだ。このオーバーモン、なんちことしてくれたんだ。我慢してりゃいいもの。この後始末はどうしてくれた。お父様、お侍様にお願いしてください。よそ者に頭を下げるよりも、いっそ寺の連中に頭を下げた方が決着がつく。お侍様、すみませんでした。みんなイライラしていて普通ではなくなっているのです。どうかお怒りにならないで許してあげてください。これもみんなあの密生寺の悪者のせいなのです。このままでは村中の者がみんな気が狂って死んでしまうかもしれません。お願いです、どうかお侍様のお力で。侍様どうしました。喉が痛むのですか。お願いだ、お水をくだされ。最後の最後、かけ集めた小判20枚、これ以上もうこの里には何もない。どうかおじ、お願いだ。おばん20枚じゃ水を分けてやらねえわけにもいくめ。だがその前に二の太郎に釜で切りすぎやがってやろうと、こじき侍を引き渡してもらう。侍はもうこの村にはおりません。何、逃げたのか。はい。逃げたんじゃしょうがねえ。釜の野郎いるだろう、出てきやがれ。出てこねえと水は金輪際やらねえぞ。その男を引き渡せば昨夜のことは許してくださいますか。俺は別に死んだわけじゃねえんだ。許してやらねえでもねえぞ。おめえたちは自分さえ助かりゃ人はどうなると構わねえのかよ。見ろ、お天様を見通しない。おめえたちみたいな人間だからな、
雨を下たらねえんだよ。よし、そいつはただ切ったんじゃ面白くねえ。そこの木に縛りつけとけ。やめねえか。うるせえ。俺は死なねえぞ。おめえらこそ死んじめばいいんだ。あいつらが鬼ならおめえらも鬼だ。死んじめ、みんな死んじめばいいんだ。うっか。やっこめい。さて庄屋、小判をこちらへ持ってこい。その前に水をお渡しください。金が先だ。一人でここまで持ってこい。侍さん、お前さん。お父様、お侍様を信じてあげて。やいやい、てめえは昨夜のうちに逃げ出したんじゃねえのかい。目が飛車になるってんなら腰の物を置いてきやがれ。下手に小細工しやがると人質の命はねえぞ。お侍さん、やっぱり私が参ります。昨夜の小敷侍ってのはそいつかい。てめえ押しかい。姉御、今のは何のことだか分かったんですかい。金と引き換えに小娘を引き取りに来たとよ。てめえ生きてここを出られると思ってんのかよ。丸腰で大した度胸だよ。これはただの飾りじゃないのさ。生きてるんだよ。これが皮膚に刺さると中から猛毒が流れ出るという仕掛けになってるのさ。ちょっとしたかすり傷でお打物だよ。お前が下手に動くとこいつがあの世へ案内するからね。
恩知らずの百姓のために死ぬより、そこの御仁のように仲間に入んないかい。ここは極楽だよ。え？てめえ、なめるんじゃねえ！狂ってるよお前は。住んで地獄へ行くなんてさ。ねえ、私と組まないかい。お宝だって私の体だってさ、この小娘があの世行きか、それともお前が代わりに地獄へ落ちるか。さあ、どっちにするんだい。畜生、動くんじゃねえ。近づくと容赦しねえよ。村井様、ありがとうございました。水だ、お侍様は仇を探して行ってしまうんでしょう。名前だけでも教えてください。
Thank you.